皆さんこんばんは、じまでございます。いつもですね、当チャンネルじまチューブご視聴いただき誠にありがとうございます。今回の内容は2024年上半期の動きでございます。前半戦もね、折り返しというところで私の走り続けた半年なんですけども、もう6月7月入ってますけどね。なので、特にニコン界隈ですね、私の動きイコールカメラで、その中でも特にニコンというジャンルにかなり連動して動いておりますので、こう前半戦、1月から6月、こんなことあったよねという話と、後半もこれよろしくお願いいたしますっていう話です。1年間で振り返るのも大事なんですけど、やっぱ3ヶ月とかね、6ヶ月とかの周期でちょうどなんていうの区切って振り返りつつ、次の行動っていうものを PDCA を回していくっていうのはすごく大事になりますので、前を向いてね走り続けるっていうのも大事なんですけど、時々立ち止まって振り返って、数ヶ月前どうしてた、そこから自分は今どう変われているのかっていうね、何に気づき学んだかを把握することは大事だと思っておりますので、結構私は振り返りの時間を設けるんですけども、この私の活動を参考にっていうわけではないんですが、皆様も2024年の後半戦に向けてですね、あ、じまさんあんなことやってたから私も新しいことやってみようみたいなね、闇雲に動くんじゃなくて、前半がこうだったから後半はこうしようみたいなきっかけの気づきの動画になればなって、もっと言うと私自身がねこの動画を撮っていく中で、あ、じゃあ次こうしようっていうねひらめきもあればなというところで今収録しておりますので、もうラジオ感覚でね、あった懐かしい懐かしいみたいな振り返りとしてこの動画を楽しんでいただけたらと思います。今回もじまチューブスタートです。じまチューブ、はい、改めましてじまでございます。早速ね画面切り替えております。皆さんはですね、2024の前半戦上半期どういった出来事がありました？早速ね、私自身の自分のやつの資料を持ってきているんですけど、皆さんのね、前半戦何かあった大きなイベントね、ぜひね、教えていただけたら、新しいところに就職しました、転職しましたとかね、ご結婚されたとか、あとは家族が増えましたとか、なんかいろいろあると思います。ライフスタイルの変化っていうところでもっと言うとカメラ買ったとかね、もちろんこのチャンネルの、メインとして取り扱うところですし、こんなとこ旅行行ったよとかね、そういったところもあるかなと。で、この1月から6月の動きを振り返っていく中でですね、まず1月に関しましては、オンラインサロンですね、じまチューブコミュニティっていうものを始めました。実はこれ今年の1月なんですね。と言いますのも、昨年頃からオファーというものはキャンプファイヤーさんからちょいちょいいただいておりまして、で、コミュニティっていうものの運営っていうものでどういった方針をやっていって継続していくものなので、その場で集まって「えいや楽しかったね、じゃあ解散」ではなくて継続していくものなので、継続できるスタイル、継続できるこのなんて目標っていうところをどうしていこうかっていうのを、担当のねキャンプファイヤーさんの方といろいろお話ししながら実際運営を始めているという形になっておりますね。ありがたいことにね、数多くのメンバー様にもご参加いただきまして、6ヶ月、7ヶ月ですね、経過したという形になります。実際、カメラとか写真に関するですね、情報の交換であったりとか、あとは機材選びのね、選定であったり、レンズ、カメラももちろんそうなんですけども、どちらかというと、その防湿工だったり、アクセサリー関係、それこそ三脚プレートとかのね、話なんかもあったりと、情報交換として、すごくね、クリアな、雑音のない環境ですね、一般的な SNS ではどうしても、オープンなところってね、いろんな情報がうわって流れてきて、それが一つの情報の収集としてはいいかもしれないんですが、逆にもうごちゃごちゃになってしまうところがあるので、可能な限り絞り込まれたね環境ってものは大事かなと。で、毎月何て言うんですか、お気に入りのテーマ写真とかね、そういったものをご投稿いただいて、月1で私自身フィードバックのね動画、フィードバックっていうとちょっと大げさですけど、こんな風に思ったよの動画をねご回答させていただいたりしております。で、後半でお伝えするんですけど、合同写真展もね、数多くのサロンメンバーさんと一緒に、関西のね、神戸の方の上田先生の、ワークショップが、同日と2日あったところの、1週間分前からですね、展示してというところがあって、上田先生講師枠、私ゲスト枠、あとサロンメンバーさんと、工房なんで一般参加の方10名ほどで、合計20名ちょっとぐらいの作家さんでの展示会っていうものも実現したというのは、やっぱサロンメンバーさんの力があったかというところは強く思っておりますので、いつも本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたしますというところがまず1月ですね。じゃあ2月、皆さん何やりました？覚えてます？ CP+ですわ。それ何ですかってね、思われる方も多くいらっしゃるかと思うんですけど、ですね、1年に1回、いつも横浜かな？東京です。私、新幹線乗って3時間、でも横浜って近いんですよ。品川やったかな？で、降りて、電車乗って横浜に行けるので、合ってます？なんか合ってるかな？ちょっと自信ないけど、まあ1年に1回2回しか行かへんからね、ほぼ1回しか行かないんで、この CP プラスというところの、まあ、イベントが2月にあります。もう全ての、カメラメーカーさんがドンって集まってね、特にここ最近は国外のね、それこそアクセサリーメーカーで最近ね、アジア系のメーカーさんが多くて、カメラはニコン、キャノン、ソニーとか富士フイルムとか OM さんとか日本のメーカー多いけど、アクセサリー関係はもうほんまに日本メーカーよりも国外のメーカーの方がね、まあ、出店の関係の費用とかね考えていくと、まあ、国外の方が勢いがあるなっていうのは感じます。三脚とか LED 関係とかね、まあ、そういったところですわ。で、今回このヴァンガードさんからね VIP ワークというねパスポをいただきましたので、 VIP パスという形で今回 CP プラス2024、参加しましたと。去年はプレスワークです。 CP プラス全体を盛り上げていく、こういうイベントだったよっていうのを伝えるプレスワークで、今回は VIP 枠。他の方はインフルエンサー枠で出てたんかな。で、私は VIP 枠です。いつかこれがね、出展者枠みたいな感じで、メーカーさん、例えばニコンさんとかのブースに登壇する側になれると、これが VIP から出展者枠みたいになるので、そうなれるようにね。まあ VIP は VIP ですごいんですけどね、メーカーさんから VIP としてお声掛けいただいたという形になりますので、本当にありがとうございますという形でございますね。しかも複数のメーカーさんから VIP のお声いただきまして、本当にありがとうございます。一番初めにねお声掛けいただいたヴァンガードさんでねお答えしたんですが、アンバサダーにもなっておりますのでね。で、そのヴァンガードさんの、製品レビューのページかな、こういった形で今年は2月3月ぐらいからいろんなメディアさんとのタイアップっていうもので、今までは自分のこの YouTube チャンネルっていう、まあ言うたら母体ですよね。この YouTube チャンネルっていうこの母体土台の上でタイアップっていう形が多かったんですけど、私が向こうさん側の土台の方に出ていくような動きになったのが今年の2、3月の動きかなって思います。ちょっと去年とは違う動きです。今まではこんな製品あるよ、こんなんあるよ、興味ないで私の YouTube チャンネル側の土台でいろいろお話しさせていただくっていう形が固定になってたんですけど、ちょっとジマさん内側のに出てよって声をいただくようになって、まあ、ヴァンガードさんのねレビューであったりとか、あとはこれね CP プラス、先ほどお伝えした CP プラスっていうね、年に一度の大きなカメラの祭典っていうイベントがあるんですけど、ネクストレージさんね、これSSD とか CFX でよく使っているネクストレージさんのオンラインコンテンツというものに登場しました。なので、一歩手前やね。ブースでお話しする一歩手前。ブースでお話しするのは当日、マイク使って皆さんにお話しする。で、これはそれの間のまあ盛り上げ、言うたら、会場に来られない方も多くいらっしゃるじゃないですか。横浜なんて私だったらねもう必死こいて行ってるから4時間かけて行くけど、普通は行けへんのじゃないですか、横浜なんてね。なのでなんかウェブでやってほしいなーって、まあライブ配信するねブースさんもあるんですけど、メーカーさんもでもそればっかりでもないので、実際こうオンラインで CP プラスに関わる新製品とかを発表する場っていうところもありますので、今回ネクストレージさんのねそれこそ CFX4.0 の話とかねお話しさせていただいて、 Z8 でね利用した時の印象などをお話しさせていただいて、メモリーカードの選び方、最新情報、知識、ネクストレージ選ぶ理由みたいなね、この4つの動画をお届けさせていただきました。初めねちょっと秘密の話なんですけど、初め1本の話やったんですよ。で15分とかまあ20分30分ぐらいの一本の話になる予定が、私が喋りすぎましてもう2時間超えになってきたんですね、尺。もう全部もう私がせっかくお声掛けいただいたから自分の持ってるメモリーガードに関する全ての知識と経験と思いを全て乗せたら2時間ぐらいになっちゃって1時間2時間になっちゃったんでね、もうそれ情報量多すぎて聞いてる方が大変になるので区切りましょうっていうので区切りました。で4つになりました1本でよかったんですけど、結果熱量がありすぎて4本になったっていうね。でもそれはそれでね、いいですよね。選び方知りたい人もいれば、知識得たい人もいれば、最新情報知りたい方もおるから、こう切り分けてねお話しするのはめちゃくちゃ大事かなっていうふうに思います。でこれが実際 CP+ に出向いた時の、ニコンさんのねブースですね。いつかねこんなところで登壇ができる日が来るかなというのを期待して日々頑張っておりますという形ですね。一応ねプレスでも言ってたんですよ。 VIP とプレスっていう形です。なので VIP 枠はいただいた入館証ですね。でプレス枠は自分から申請した入館証っていう形になりますというのがまあ大体冬頃の話かな。でここは日清デジタルさん、ストロボメーカーですね。ニコンでちょっと前にありましたよね。プロフォトさんと日清デジタルがニコンと協業、結構強い関係ですよね。協業という形になりますので、よりニコンのカメラを使っていく上で安定してね、使っていくと。言い方を変えると、国外メーカーは基準がねもうプロフォトになってる、国内メーカーは日清デジタルでいいんじゃないっていう風になってるから、すごい話ですよね。でもっと言うと、ニコンさんってストロボあるんですよ。結構いいやつがね SB シリーズとか。でもそれでもやっぱりもう専門メーカーに任せようかってなったのはニコンさんの大英断かなっていうところがありますね。で実際タイミング的にニッコール Z の 135mm の F1.8 の S ラインと、プレーナですね。プレーナと、SMDB のフリップビューティーで MGX に Air10S っていう形で、ロケーション撮影した時の記事を寄稿しているという形になりますので、日清デジタルさんのね、ところに、お渡しする。なので先ほどのヴァンガードとかネクストレージとか今までであったら機材をお預かりして私がこう思うよってのを自分の YouTube 上で出してたものがメーカーさん側の土台でねお話しさせていただく機会がちょっとずつ増えている、ちょっとずつ進化している、去年よりかは進化しているなーっていう印象を強く持っております。で次がもう Z8 があるから、もうちょっと後、Z8 去年のやつなのでその後なので135の後なのでもうちょっと後ですね。これほんま今でもめっちゃ使ってます。サロンメンバーさんでもね風景で滝とか撮られてらっしゃる方が縦横切り替えめっちゃ楽ですわってね話をいただいてて、これ大きいタイプが出たんですよ。X ローテーターやったかな。フォトプロさんの X ローテーター95っていうね縦横の回転プレートがあるんですよ。でこれもともと75っていうものがあったんですね。ただ75ってちょっとちっちゃくてカメラにレンズくっつけてソニーとかやったらいけんすよ。ちっちゃいから本体もレンズも。なのでソニーとかやったら全然75でいけんすけど、ニコンキャノンになるとちょっとでかいんで75だとこれアルカスイス互換をね下にかましてるんですけど、プレートでカメラをちょっと右にほんまの製品の真ん中の軸から右にずらしてちょっと大回りにガコンって回すような使い方を75の時はしてました。それで使えてたからね。ただ95はかなりしっかりしてちゃんと真ん中にポンって置いてもレンズねくっつけてもちゃんと回るので95出てくれてよかったなと。いつももうポートレート撮影なんかではもう絶対縦横の切り替えの時はスリーウェイ雲台なんかもねいいんですけど、縦横この変換プレートがあればもうこっちでええわぐらいの感覚で使ってたりもしますので、ものすごくもうヘビロテアイテムでございますね。次がタムロンさんですね。タムロンさんもねこれは私のこの動画側でご案内させていただいた内容ですけども、タムロンさんからもね新しいレンズが出るというところで何て言うのかな、2世代目の2875っていうものがニコン Z マウントから出るよっていうところでねお声掛けをいただきましたので、いろいろねお話しさせていただいたという形になります。でその時もね結構ゴリゴリにレビューさせていただいたので、タムロンさんとかね、いろんなメーカーさんとのお付き合いがあって本当にありがたいなというところがあります。なので私の動画での紹介もあれば、さっきのね、日清デジタルさんみたいなメーカーさん側でのご紹介なんかもあるので、いろんなフレキシブルに動けるようになっている年だなっていうのは、この前半戦すごく感じております。で、次が最近入荷ちょっとされてるようですね。X100 の6型でございます。CP+会場でもね、すごく話題になってましたけど、この X100 の6型、富士フイルムさんですね。なんていうんですか、ご縁ございまして、ちょっとコンデジを、高級コンデジですわ、めちゃくちゃ人気なね、の最新型っていうものを利用させていただきまして、なんていうんかな、コンデジやったらもうマウント関係ないんですよね。極端な話、 Z マウントとか X マウント、 RF マウント、 E マウントとかいろいろ言ってるけども、そうやってミラーレス一眼カメラとか一眼レフカメラのようにレンズ交換式の一眼カメラであれば、マウント縛りってものがあるんですけど、コンデジになってしまうともうカメラにレンズくっついちゃってるんでね、もうべちゃって。関係あらへんっていうところなんですよ。なのでコンデジに限っては富士フイルムであろうが、リコーのね GR3 などであろうが、ライカの D-LUX の8やったかなであろうが、もう全然関係なくて、もっと言うと DJI とかが今後コンデジとか出してったらどうなんねやろうとかね、思っちゃうぐらいになりますので、こういったねコンデジの可能性をすごく感じたと。コンデジで内蔵 ND あってクロップできて、高画素機なのでバンバンクロップできるっていう、もうほんまに高性能コンデジ、高級コンデジだなっていうのをすごく感じました。一方で Z30 のようなね、気軽に使えるカメラ、ミラーレス一眼もいいなって、もうサイズがほぼ一緒になっちゃってるんでね、 Z30 と X100 の6型って。なので選び方次第だなっていうところがありました。で、これね、皆さんも注目されてましたね。ニコル Z の 28-400mm の F4 から8の高倍率ズームでございますね。カカコムさんなどでもレビューのね、記事記載させていただいております。カカクコムマガジン、カカク .com のウェブマガジンなんかで紹介させていただいている、レンズになるんですけども、やはりその高倍率ね、広角28から望遠端400。DX にしちゃうと600ぐらいで撮れちゃうっていうね。で F8 っていうのがどうなんだってね、当時はよく言われてましたけど、ミラーレス一眼って一眼レフとかと違って、もう明るくしちゃえば明るく映るんですよね、画面の中は。なので普通に撮れちゃう。なのでISO 感度とかがボーンって値大きくなっちゃいますけども、撮る不便さってものは全然ミラーレスはないのが正直なので、すごくね使い勝手のいい。サロンメンバーさんでもね、野鳥を取られてる方がね、購入されたというところがあって、400ね、確かにごっつ単焦点とか100、400ってごっついじゃないですか。なんですけども、28、400だったらまだね持ち運べるかなーっていうところでね、購入されたってのもありますので、すごくね28、400は力を入れて紹介した、レンズになるかなっていうところでございます。で、次が私の中でも一つの区切りでございますね。NPS でございます。NPS っていうとね、ニコンプロフェッショナルサービスというところで、ニコン、ソニーとかもみんなあるんですけど、プロ会員っていうね、呼ばれているものが各、カメラメーカーにはございます。で、今まで私はですね、条件の中に専業っていうものに合致しなかったんですよ。なんでかっていうと、私自身は、これね、NPS のストラップなんですけども、私自身は、法人、言うたら IT 企業の法人の営業担当の兄ちゃんしてたんですよ。飛び込みじゃなくてリピーターとか、常に付き合いのある代理店営業とかになりますので、お世話になりますです。どっちかっていうと、もう関係性の取引のある、法人様にご挨拶するね。新規もあるんですけど、新規はどっちかっていうとね、後輩の若い子らがね、やっていって、それで後輩の若い子らがバーって法人さんとつながっていったら、後ろから「あ、お世話になってます」で出てくる中堅やっておりますわっていうところで、それをしていたので NPS の条件を満たせなかったんですね。本業とかではないので。でどっちかっていうとメディアさんのところの露出も今年はめちゃくちゃ多かったけど、それまではそんなに自分のチャンネルでは出せてたけど公式ではそんなにメディアさんに出せなかったところがありますので、まあ言うたら副業型やからね。なんですけどもう退職しましてですね、で起業で自分で法人持ち上げたと。なので自分の合同会社の名前でもう社長をやりながらなので、あ、本業側になってますやんと。もう条件満たしましたやんと。で先ほどのね、日清デジタルさんとかヴァンガードさんとかカカコムさんとかいろんなそのメーカーさんとかねメディアさんのところでの、名前載せでの、執筆の実績なんかもありましたので、まあ、NPS 出れるなっていうところでお話しさせていただいたというところで、まあ、やっとこさもう5、6年、7年越し、まあ言うともっと言うと20年越しでも憧れ出したのは5、6年前の越しに、まあ、加入ができたっていうところがありますので、まあ歯食いしばってというか気合い入れて頑張っていかなあかんなーっていうのが NPS でございますね。でこちらは、退職のタイミングでございますね。大阪のグランフロントでございます。実はまあ東京でいう六本木ヒルズみたいな大きなね建物が駅前のうめきたいで今再開発でこっちね万博で進んでるところなんですけど、ここの32階って上から数えた方が早い。一番上ヤフーさんなんやけどもうごっつい IT 企業がバンバン並んでるところの32階の IT 企業の法人営業をしておりました。7年ぐらいやってたのかな。そうやね、7年7年やってもう24年でしょ今。7年やってました。7年やってて、まあ最後の思い出の写真ですわ。でも実際辞めても仕事って大阪多いから全然この前通ってるんですけども、オフィス棟には行かなくなりました。グランフロントってここのねこのエリアは商業エリアなんですよ。無印とか入って買い物できるんですね。最近やったらいろんなリニューアルしたお店が入ってると。要はテレビでも出るんですけど、こっから上ってオフィス棟なんです。全部会社なんですねこれなのでオフィス棟のエレベーターバーン登って32階までガッと上がっていく生活をしておりましたが、まあ7年ねいろいろありまして、これほんまありがたいですよね。1.9 万件の表示とハートが118いただいて本当にありがたいことでございますね。なのでまあそういった形で7年間のサラリーマン人生にピリオドを打ってですね、もっと言うとここで失業保険は入らんしボーナスあげるよって言われたのにボーナスあげたよ0円やけどねっていう引っかかりがあって、あ、もう社会で生きていく独り身ってこんなもんなんや、独立するとこんな感じになるんやってのがね、まあいろいろ勉強させてもろたというところがありますという感じですね。でまあそんな話もありまして、まあ当時の話はいろいろねその時の動画で話してるので興味ある方はね見ていただいたらと。で次は ZF どうです？皆さん ZF ね購入されてる方も多いし Z6 の3型が登場して ZF 買っちゃいますっていう方もね多かったと思います。 Z6 の3型が結構ええ値段してるからね。なので ZF にまあスチールメインであればもうどっちもバリアングルやしで ZXP の7世代目やしもう ZF でええよって感じでね購入されてる方がまあ多いかなっていう印象。ボディナイトプレスどっちもね優秀なねフォーカスポイント VR も入ってるしねっていうところで ZF が注目されているというところがありまして、 ZF のねまあいろいろ利用させていただきまして、いろいろ ZF に関してもコンテンツってものをいろいろ作ったなーっていうところがありますという形ですね。まあ ZF もいろいろありまして今さらに注目されていると。でもう一つ今年の上半期で大きな動きとしては写真集ですね。このねジマチューブセレクト01っていうところでねこちらの写真集なんですが、数多くの本当にご予約いただき皆さんありがとうございます。在庫もねまだたくさんありますし防湿庫にストックしております。このね写真集01ですのまあいっぱい注文して大量に入荷している時の様子でございます。でこういった形でね入荷して写真集作っておりますので、ぜひね概要欄からチェックしていただけると嬉しいです。72ページね、こっちは80カットかボリューム1は80カットで私自身のお気に入りの写真、ベスト写真もいいんですけどお気に入りの写真をねたくさん詰め込んだ一冊となっておりますので、ぜひ興味ある方はね、フルカラー7色印刷でかなりね色が発色がいいという評価をいただいておりますので、もう印刷所様々でございますね。ぜひ興味ある方はチェックしていただいたらと。なので新しいチャレンジとして自分のね写真集という形で物販という形もね出せるというのも嬉しかったですよね。もう毎週末こんな感じでねレターパックに箱に入れてレターパックに包んで、でもうポストに入れると大変なんですよ。ポストに入れるとそのポストが私のレターパックの写真集でパンパンになっちゃうんですよね。なので毎回窓口の方にコンテナで白いプラケースみたいな要プラレールとか、また小さいお子さんがおもちゃ広げたらしまいよって言われるケースあるでしょ、なんか透明のでっかいやつあれにポンポンポンって並べて、もうそれで郵便局側に送ってもらうっていうことをよくしておりました。なのでね、あ、またですかまたですか、はいはいどうもみたいな感じでお渡しさせていただいていることがありましたので、こんな感じでね、出荷させていただいているという形です。今はちょっとね落ち着きました。で写真集もね1、2、3、もう3はねこれねレイアウトというか表紙ちょっと色変えてるんですけど、2もこれもう旧バージョンの、表紙ですね。今実は自慢中セレクトボリューム2の表紙はこっちになっております。これボリューム2ね、制作中の表紙なんでちょっと違うんですけど、ボリューム1、2も、どちらも売れてますよって形ですね。でボリューム2もね数多くの方にご予約いただいておりまして本当にありがとうございます。ボリューム2はどちらかというと、自分のお気に入りの写真の中でもよりなんかフラットにね、ボリューム1はどっちかっていうと結構焦ってたんですよね。なんでかっていうと自分が作らなくちゃいけない、いい写真集にしないと期待を裏切ってしまう恐怖感がちょっとあったんですよね。なので全力投球でって思ってたんですけど、ボリューム2はもちろんその同じ思いはあるんですけど、まず見積もりわかるでしょ。もうボリューム1作る時に印刷所さんとずっと話し合ってたから、見積もり、まあ、規模はわかると、感覚でわかると、で印刷の質もわかると。こういう感じってこういう発色でくるなっての分かる。で紙の質ももう決めてる。だって前いろいろ紙触らしてもらってるしね、いろいろ調べてるから。で発送方法ももう固定化されてる。ボリューム1作った時にも固定化して、レターバッグで箱に入れて送るっていう決めたと。でもっと言うと、どういう風なレイアウトを作ってどういう風に入稿したらどういう風に何日ぐらいで納品されるかも分かる。でもう一つとストアページですよね。写真集を販売するストアーズっていうウェブページもボリューム1の時はそれも作るのが始まりだったんですが、ボリューム2に関してはもうこの売上ランキングのページがまさにそうなんですけど、もうあるんですよね、ウェブページ自体は、オンラインストア自体は。なのでそこにボリューム2っていう製品がポンってはまるだけなので、その作業量としてはもうほんまに写真撮影と写真集の制作に集中できたんですよね。でどっちかというと余裕ができたので、心の余裕、時間の余裕ができて、楽しむ余裕ができたんで、ボリューム2は結構組写真とかね、レイアウトの配置とかを遊んで楽しむことができたんで、すごくねいい一冊になったかなっていうふうに思いますという形で、写真集関係でドタバタしていると Z6 の3型ですね、発表されちゃいましたね。これね Z6 の3型、皆さんも手元届いてるかな。この動画を収録しているタイミングではもう発売日を過ぎております。で今回 Z6 の3型はあんまり届かんかったとか、待たされてるっていう話はね聞いてないし、結構発売日当日に着弾しましたっていう報告が、数多くあるので、これが20万とかで取ったらもっと結構悲惨な状況だったのね、みんなが取り合ってたから。40万で出たから ZF に流れた人とか、キャッシュバックの関係で Z8、Z8 に流れた人もいるし、なのでZ6 の3型は結果良かったんちゃうかなって思いますね。めちゃくちゃいいカメラなので、40万円の価値はあるカメラ。そんだけエンジンも新しいやつになってるしというところを含めてね、すごくいいカメラかなっていうふうに思いますと。なので Z6 の3型もいろいろね、紹介させていただいたかなと。この辺ね、徹底解説とか Z6 の3型安いとか、全メニュー完全解説とかね、こういったところを参考にしていただいたらなと。で、これは何ですか？これは何をスクリーンショットしたんかが、あ、そう Z6 の3型でめっちゃ動画撮ったよって言いたいんかな。なのでこの画面の中でも、あ、ここもかな。なので123412341234 20本ぐらい Z6 の3型に関する動画を上げてますね。その前からもやから、ただ部分的にキャッシュバックの話が入ってるんで。でここら辺にもあるので、大体20本ぐらいかな、発売までの間に Z6 の3型の話をしたという感じですね。多分他のニコン系のインフルエンサーさん、YouTuber さんより、誰よりも動画本数としては多いんじゃないかなと思います。再生数とか、その再生のインパクトとか、あとは、お届けできている情報なんかは、各インフルエンサーの方がなんていうの、得意不得意というか色があるじゃないですか、キャラクターがね。外に取りに行っていく人もいれば、語り続ける人もいれば、私みたいにいろいろ思うところを話す、いろんなタイプがいるので、そういったいろんなクリエイターがおる中で、皆さんが購入する時のもしくは見送る時の判断材料に私も一つお役に立てていればいいかなというところで、もう自分ができることは、Z6 の3型のポートレートのレビューであるスナップのね紹介であったり、露出ディレイの話もしましたねっていうところも含めて、あと設定の話とかもね含めてしておりますので、是非ね参考にしていただけたらと。で次が、これが先ほどお伝えしていた全国ニコンで撮った写真展のアーリーっていうやつですね。写真家上田先生と私が参加させていただいた写真展の話です。公募展でございますね。なので一般参加の方、19名ほどとですね、上田先生と私が入って21名の、写真展という形になります。ギャラリーさんでね、関西の神戸のギャラリーさん、ドーンと貸し切ってですね、そちらで展示。で、もっと言うとそのギャラリーさんの横の教室に写真教室さんがあるんですよ。アメリケンの写真の学校ね、鳩場の、写真の鳩場、鳩場ってなんていうんですか、波のですね、鳩場ですね、の写真学校がございまして、そちらでですね、上田先生が土日に、ワークショップ、レンズレクチャーとカメラのね、レクチャー、スナップ、どちらも20名ほど満枠埋まってたから、上田先生の集客力すごいなっていうところがあるんですけども、そういったところでね、私後ろで記録班として参加させていただいたりもしておりましたので、そういったところね、写真展の話で、この時に8名9名ほどサロンメンバーさんがご参加いただいたという形でございますね。でこれ写真集2作目です。納品されたよって形で、さっきとちょっとデザイン変わってますよね。そうなんですよ。実際作っていく中でこっちの方がいいかなって形でデザインを変えました。で、2作目を実際作って、印刷されて、届いて、で、ここからまた出荷作業だよって、さっきみたいにレターパックいっぱい詰めて出荷している日々でございます。でも大体発売してから1ヶ月ぐらい、この動画撮ってるタイミングで1ヶ月弱ぐらい経過しておりますので、だいぶ落ち着いた。ポロポロといただいてご予約に対して週末にボーってまとめて出荷させていただいている感じでございますというところでございますね。なのでボリューム2も届いて、ただもう慣れてきましたので、たくさんの入荷とかね、基本防湿庫で 45% ぐらいの湿度で管理しておりますので、この梅雨の時期ですけど、その辺もご安心いただけたら、防湿庫も追加で購入したんでね東洋リビングさんのやつ、購入したので。ぜひね、安心してご購入いただけたらなというところでございますが、リンクは購入のリンクは概要欄に貼っておりますので。で、これがその上田先生のね、イベント風景の一つで、私自身がね、なんていうの、イベントの宣伝用の、レポート用に収録した、撮影した写真なんですけど、こういう感じでね、レンズが並べられていて、そのニコンさんがスポンサーに入ってます。なので、メリケンギャラリーさんが主催、協賛、スポンサーがニコンさん。という形です。で、入っていただいておりますので、レンズのね、貸し出しなんかもたくさんありますので、こういったところでね、みんなで盛り上がろうやーって話でございますというところの、ちょっとその準備段階のところやね、テーブルとか整理しているところの一枚でございますので、こういったところで、活動もしておりました。というのが、今回の内容になるかなーっていうところでございますね。なんやかんや、いろいろ駆け抜けた、半年間でございましたが、早かったなっていう印象があります。正直人生かなり大きく変わった半年になりますので、なんていうかな、あれですよ。なんていうの、まず社会人辞めてるっていうね、会社員を辞めてる。辞めてはないんですよ。実際法人立ち上げて、その中の一人としているので、法人の役職が営業の人から合同会社の役員に変わった、社長に変わったってだけなので、転職っちゃ転職ではあるんですけども、でもちょっとね、感覚変わるじゃないですか。なので、そういったところで、その法人の立ち上げの登記のね、ところであったりとか、定款作ったりであったりとかね、あとはそれこそ厚生年金とか社会保険とかも自分で全部ね、自分がやるところになるので、その分税金脱縮できたとかもありますけども、いろいろね、自分で毎月働いてたら口座にお金が入ることがなくなるので、サラリーマンじゃなくなるからね、いろいろ頑張っていかなあかんなというところがありますので、かなり変化の大きかった。で、東京にもね、CP+なんかに出向いたとか、一つの、夢のね、NPS なんかもね、ご縁いただいておりますし、いろんなメーカーさんのね、ところへの寄稿っていうのかな、寄付する入稿の項で、寄稿なんかもする機会とか、 CP+もオンラインセミナーのところでね、オンラインコンテンツでネクストリーさんにご縁いただいたりとか、いろいろね、新しい進化で活動のね、母体としてオンラインサロンなんかも運営させていただいて、皆さんとね、楽しく交流していたりとか、いろんなね、新しい、できることは全部やってきたっていう感じがすごくします。駆け抜けてきたなと、もう思い当たるもんは手当たり次第全部全力でぶつかったれっていう感覚で動いてきた6ヶ月。だと思います。もうほぼ7ヶ月やけどね。なのでちょっとね、燃え尽き症候群ではないですけども、ちょっとどうやったんやろっていう形でね、この半年を自分なりに振り返った動画となります。まだまだ頑張ろうって思いますね。これはきっと始まりの一歩、今後何か大きなことを成し遂げるための準備段階かなっていうふうに思っておりますので、ぜひ皆さんもね、いつも本当にご視聴いただきありがとうございます。まず YouTube がね、土台であるのは間違いないことになりますので、YouTube でいろいろ喋っていく延長でいろんな出会いがあるっていう形になりますので、今後も YouTube はね、もうなんやかんやでこの半年260本ぐらい投稿したのかな。去年サラリーマンしながらですけど、年間250本ぐらい投稿しておりました。53週か4週でしたっけ、1年間って。56週やったっけっていうところがありますので、3、5、15、5、4、25、25、25、週5、月曜から金曜日、週5本投稿で250本ぐらい去年は行ってたと。今は、半年で260本ぐらいっていうので、毎月40本ぐらいの動画を上げております。30日やねんけど、40本ってどういうことで、1日2本とかのね、日もありますので、そういった感じで投稿している感じになりますので、どんどん頑張っていこうかなと。もう他の方にね、負けないように物量勝負っていうところもちょっとありますので、他の方にコンテンツのね、力で、どうしても、どんどんすごいクリエイターさんが出てくるのが当たり前の時代なので、その方々との勝負していく自分の戦い方っていうところを改めて見直してですね、負けないように、選び続けていただけるように切磋琢磨していこうかという形でございますので、今後もぜひ皆様応援のほどよろしくお願いいたします。ジマチューブのですね、ジマは今後も頑張っていきます。また、半年とか24年振り返りとかね、その時にはどんなカメラが出てるか分からへんし、どんなレンズが出てるか分からへんけど、何かしら面白いイベントがね、できるように頑張っていけたらと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。また次の動画で皆さんもね、24年の前半戦、どんな出会いがあったか、どんな出来事があったかをぜひコメントで残してもらえると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。